山手幹線兵庫県西宮市、足屋市境山手幹線は、兵庫県天ヶ崎市湖の内町から、兵庫県神戸市長田区まで、阪神間を東西に結ぶ、総延長 29.5km の幹線道路である。都市計画道路であり、大部分の区間が4車線である。都市計画道路名称は、 阪神間都市計画道路3.381号山手幹線、神戸国際高と建設計画道路3 3十3号山手幹線。天が崎市の一部が、兵庫県道338号高田区口線及び、大阪府道、兵庫県道41号大阪板見線、兵庫県道13号天が崎池田線である他は、それぞれ天が崎市、西宮市、芦屋市、 神戸市の市道である。2010年10月24日に全線開通した。このうち、神戸市道、長田くすの木日与線の布引き王子競技場前、交差点間も山見木、山み山手幹線と言われることがあるが、実際の山手幹線はこの線ではなく、阪急神戸線のすぐ北側の有塚通り、国勝二宮橋を走る線が、山手幹線である。 兵庫県警の HP の交番案内でも、阪急神戸線北側の割塚通り、国勝二宮橋を走る線が、山手幹線と記載されている。兵庫県警察などの HP で案内されている以上、原田線を山手幹線と呼ぶのは間違いである。また、神戸市道路公社の HP にも、国体道路の南側の二宮橋の筋が、山手幹線と記載されている。 原田通には、長田くすの木日与線と記載されている。道路標識は、神戸市芦屋市西宮市では、山手幹線だが、尼崎市でのみ、山道通りと表記されている。神戸市灘区大子公園から、神戸市東灘区本山北町付近までケヤが植えられている。なお、起点では、山手幹線と同一線上に、起点の200メートル手前まで、 国道176号の阪急バス本社前、交差点より幹線道路が伸びているが、双方の往来には、住宅地内の2車線の道路を迂回路上に通行する必要があり、幹線道路としては事実上、双方の往来はできない。このように、起点側の府県境の大阪府側では、接続道路が未整備の状況である。大阪府側の接続道路としては、 都市計画道路三国塚口線と接続する計画があるが、阪急電鉄神戸線との立体交差計画や、地元の合意形成、財政問題など多くの課題があり、当該区間は未事業化の状態である。また、神戸市内で長田くの木、日尾線と合流する、下山手通り六丁目交差点から、長田神社南交差点までの区間は、神戸市営地下鉄、精神。 山手線が直下を走っている。京都府南部や滋賀県にも山手幹線と称する道路がある。同じ近畿地方にあるこれらと区別する必要がある。時は阪神間山手幹線という故障も使われる。1946年、戦災復興事業として都市計画決定されていた山手幹線であるが、長年の足足、西宮市を呼び、 天ヶ崎市の一部が未開通のままであり阪神、淡路大震災発生当時、比較的被害の少なかった地域を東西に貫く、この道路が全通していなかったことが、防災上の問題の一つとして、クローズアップされたため、震災後工事が進み、下記の通り整備が加速した。なお、1936年にはすでに、山手縦貫大道路開設の計画が、 県土木当局においてなされており、阪神上水道市町村組合の淀川から、神戸市内に送水する水道である、阪神水道工事と合わせ山手幹線を開通させる計画があり、阪神国道の交通量の緩和と、阪神沿線山手方面の発展に寄与するものとして、戦前から計画されていた幹線でもある。2010年10月24日、 ア屋ア市松の内町アシア市西足屋町が開通し、全線開通となった。これを記念して、車両通行開始2週間前の10月10日、天ヶ崎市湖の内から、神戸市長田区までの全長3 0トルを歩く、山手幹線全線開通記念ウォークが開催された。また、震災後の道路改良事業では、2004年5月に、 本山中学校の東端から本山北町2丁目の拡幅事業が完成し、現在西宮市内では、阪急西宮ガーデンズのオープンに伴う交通量増加に対応するため、2008年10月まで、領土町南、高松町南、中島町の各交差点で改良工事を実施した。阪神間を結ぶ主要道路は他に、阪神高速3号神戸線。 国道2号、国道43号があるが、どれもが慢性的な渋滞区間があるため、今後は阪神間を結ぶ新たな主要道路として期待されている。天ヶ崎市内は、名神高速道路にほぼ並行し、天ヶ崎インターチェンジ取付道路にも接続する。 国土交通省道路局平成17年度道路交通センサスによる http コロンスラッシュスラッシュ www.mlit.go.jp スラッシュロードスラッシュセンサススラッシュ h117 スラッシュ03スラッシュ 012870004html ありがとうございます。